もうすぐイースターだよ。知ってる。知ってる？あ、そう。やっぱ卵系でなんか作りたいなって思うんだけど。卵系？うん、卵系っていうか卵。卵。ママが卵をね。卵。卵。ダチョウの卵。今度は取りに行くところから本当にやる、うん、取りに行く、うん、だからちょっとどこ、うん、どこに生息してるのダチョウって。オーストラリア。オーストラリアにいるの？いそうじゃん。じゃあオーストラリアにダチョウの卵取りに行くところから、うん、あ、サバンナ。サバンナ系、なんかあったかいところ系のイメージがあるよね。あ、そうそう、サウナとか。サウナ。あったかいところってダチョウの卵で決定。でもなんかこれがあれ、あ、これで全然大丈夫です。大丈夫？はい、ありがとうございます。じゃじゃん。アフリカから買って帰りました。海に落ちてました。マジ？アフリカのダチョウ捕まえてな、うん、お腹ボーンってパンチしてな、卵産むよな、うん、いや。お腹ボーンってやったらポコーンってこれが生まれてきてるな、うん、やったぜ、いや。何なのこの2人。よし、ある方向は決まってんだよ。卵の気質がある部分、基本尖っていない方にひびを入れます。あ、これ、これやばいやつだ。この紙見ながらでこうやってくださいっていうのを見ちゃったら、うん、あれだ、アフリカから取ってきたのが嘘ってバレる。お店で買ったってバレる。本当はお店で買ったんです。いや違うよ、アフリカ行ったじゃん。だからダチョウいっぱいいたじゃん。ダチョウめっちゃいっぱいいたじゃん。で、ゴテ食べられちゃった。ゴテ食われたじゃん、ダチョウに。誰ビビってたの、ダチョウに。てか、餌はやられたよ。ね、ぶん投げてたよ。どうやって？え、ぶん投げてた。ビビってでしょ。今日ね、な、あれ手でこうやってやつさ。ヒヒは？え、ぶん投げて。でも、怖かったからいいでしょ。怖かったよね。これ 1.5 キロってこと？そうですね。1582g。ね、キキ軽くない？軽い。軽い？ 1.5 キロだ。そう。これ。ダチョウ親切、ダチョウ親切だから。ね、ちょっと。この卵、何グラムって、生まれた瞬間に書いてあるんだ。刻印？うん、そう、生まれた瞬間にダチョウが腹の中で1582。やば、大きい。逆じゃない？え、なんで？尖っていない方だから。尖っていない方？うん。お？あ、こっちってことなんだよ。こっちが上？うん。もう割れるよ、それ。卵割ります。これを軽くトントントンって軽くね、まず軽く。おお、いきなり。ちょっと待って、もうちょい柔らかく、優しくやって、トントントンって。おお、ちょっと待て、強めだな。コン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 ってさ、そう、マジで。ちょっと貸してごらん。おっ、パキッていった。あ、いいね。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じで。なんか飛んだ。待って、いいよ、優しく。待って。ねえ、もっと優しく、マジで。マジで、マジで、もっと、もっと優しく。楽しい、キキ。オッケー。おーおーおー、ちょっと待ってよ。どんぐらいやるんだろうね。もうちょっといい。いや、もうね、こっちね、うん、これ映ってないけど、うん、もうね、薄くね、パシーンって入ってんだよ。え、そう、うん、やばいじゃん。そう、結構やばいんだよ、これ。
でもさ、この絵だとさ、うん、結構やってるよね。いや、絵なの結構やってるの、強さわかんねえんだって。絵なのどんくらいの。結構サムネと同じなの、こうやどんくらいの強さなの。薄皮を破らないように殻を剥いていきます。ほんと分厚い。 やろうと思ったら一撃で割れるけどさ。マジ、うん、やんないでよ、うん、やりそうだ。ミッキーにもやりたい。じゃあほんとトントンってやってよ、マジで。ここをね、当てるの。この角をこうやって、そう、そうそうそう、もっと強く。弱っ。あ、待て、来た。わかるかな、これがね、うん、薄皮なんだけど、もう薄皮破れてる。え、もう、うん、出ちゃう。ほら、出てきた。あ、嘘、うん、やばいやばい。あ、やばいやばいやばい、出てきちゃった。え、どうする。あ、やばいやばい、もうパニック。どうしようクレヨンしんちゃんのまるでパニックパニックちょっと面白い。今のはちょっと面白かった。あ、お腹。やばいな、これ。それ出るよ、絶対。出るよな。うわ、やべえ、本当に。ほら、パンじゃん。ね、ほら、出た。もっと優しく叩けばいいんだよ。キキがな。キキがな、本当に。はい。開ける穴が小さすぎると黄身が破けちゃう。もっと殻むかなきゃいけないんだよ。このままちょっと力を与えずに、うん、ちょっと割っていくしかないんだよ、これ。どんな感じ？なんか、うん、プニプニしてる。プニプニしてる？ほら、ちょっと触りたい。いや、ガサガサしてる。あ、ガサガサしてる。うわ、すごい。おー、ここの薄皮は本当和紙みたいだな。え、ちょっと薄皮を取っていい？あ、本当そう。うん、マジで和紙。和紙って何？障子。障子って和紙でもいいじゃん。和紙。障子。障子じゃない。東海林。何？東海林。何それ。そういう名字いるじゃん。東の海の林で障子。ロールみたいだよ、なんか。和紙っつったり。いや、それはこっちでしょ。うん、辛いよ、辛。あれ、発泡スチロールじゃねえだろ。ほんと辛くねえだろ。横見てみ。横ってさっきから見てるよ。ずっと。オタクより見てる。でもちょっと思ったでしょ。全然思わない。あ、そう。もう、なんとも思わない。なんとも思わない。超手洗い手しか思ってない。これ、本当に卵なの？こんくらいいけばいいよね。いけそうじゃない。うん、なんかすごい。お、はぁ、ほら、おお、すごい。いや、映して。いや、誰も見えない。こっちのカメラに映す。おお、待って、やばいね。やばいな。あ、やばい。あ、もうボールじゃない。もうボールだ。ちょっとアンパンマンのボール持ってきて。ボールでしょ。あ、キキ待て、早く。そっちのボール、そっちのボール、ボール早く。それでキキの持ってるボール。そう、それが正解。これボール。そう、それが正解なんだよ。よいしょー。ねえ、混ぜたい。いや、割れてないよ。割れた。ダチョウの卵。ダチョウの卵だ、君ってもともとこういう感じだから。いや、割れてる。割れてない。ダチョウの卵の君ってもともとこういう感じだから。すげえ、ダチョウの卵の形の君、こんな感じ。もともと割れてない。じゃあ、あとは焼きまーす。焼き止まってるよ。卵焼きにする？あ、卵焼きの方がいいんだよ、割れてるから。おい。
何、指輪の紹介ですか、うん、何、報告、俺の手の進捗、手の進捗、これが正常の、ま、曲がり、もう戻らない、ここで固まってます、あれ曲がるのも、これが限界、これが限界、いやいやいや、痛い、え、本当に曲がんないの、本当に曲がんないよ、今めっちゃ痛い、あれ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 、はい、焼いていきます、ダチョウの卵美味しいのかな、値段なんか予想なんだけど、予想だよ、うん、なんかネネの予想は、うん、地味が半分あって、うん、渋い味が半分あると思う、うん、ダチョウの卵って普通の卵の20個分以上あるの、え、あのニワトリの卵、そうそうそう、20個分以上ある、今回買った卵は 1500g 以上あったから 1.5kg、 じゃあ目つぶって開けるなよ、行くよ、開けてないよ、行くよ、うん、え、はい、どうぞ、わー、でかい、おい、なにこれ、ケーキじゃん、ちょっと触ってみていい、うん、あ、匂いめっちゃいい匂いだ、いい匂いするよ、わー、はい、切りました、さあ、召し上がれ、いただきます、ケーキもほら、いただきます、ケチャップかなんかいる？大丈夫？大丈夫？ケチャップ、どうね？普通の卵って感じ。キキもちょっとチャレンジしてごらん。ギュン、よし、ほら、召し上がれ。パクったね。おかえり。おかえり、こう、ダチョウ食べる、ダチョウ、あ、もうダチョウ出てんの、そう、出てるよ、普通に美味しい、美味しそう、うん、鶏の卵って言って出されてもわかんないレベル、あ、本当、うん、なんでもやしに出すのに、もやしあるの、あるじゃん、弾力がすごいね、うんうん、それニワトリの卵って言われて出されてニワトリの卵とは思わないマジ、うん、あ、これね、うん、卵焼き、うん、卵焼きっていうかまぼこ、ゴーゴーのご飯あんだよ、これだろうって、なんでキキのばっか食べんの、きれいに食べた、はい、じゃあゴーもごちそうさまするよ、ごちそうさまの後にねね言いたいことがある、ガラガラガラ、手を合わせてください、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ダチョウの卵あんまり美味しくなかったけどチャレンジできて嬉しかったので、皆さんもぜひ食べてみてください、じゃあまた来年もイースター楽しみましょう、また見てね、バイバーイ、バイバーイ、あ、パパも来た、パパバイバイやる、あ、パパもやるって、じゃあもう一回やろうか、バイバーイ。